田田村村智智子子さん日本共産党の田村智子ですデジタル改革関連法案準備室、9月末に発足したと聞きますが、昨年10月、11月に行われた在庁時間調査、どのような集計になってますか。富安内閣審議官内閣,人内閣人事局からの調査よりに基づきまして、昨年の10月及び11月の在庁時間について調査を行っております。 デジタル改革関連法案準備室に勤務する職員は、その大半があ他省庁を本部とする職員、あ失礼いたしました。この過程で把握されましたデジタル改革関連法案準備室に所属する職員等の法案立案作業に従事していた職員の在庁、あ失礼いたしました、えー。内閣人事局からの調査依頼に基づきまして、えー、調査いたしまして、その過程で把握されました、 デジタル改革関連法案準備室に所属する職員等の法案、立案作業に従事していた職員の在庁時間につきまして集計を行いましたところ、昨年10月における平均在庁時間は108時間、勤務時間外の在平均在庁時間は108時間,時間在、時間外在庁時間が最も長かった職員の時間外在庁時間は184時間、昨年11月における平均在庁時間は100時間、 時間外、在庁時間が最も長かった職員の在時間外、在庁時間は171時間でございます田村智子さん。非常な長時間ですね、あの提出されたデジ,デジタル改革管理法案のその関係資料というのはこれなんですね、現行法の条文をどう変えるか、で関係する法律が、条文がこれだけある、この中に45か所の間違いがあったということなんですけれども、これ、一体何本の法律に関わるんですか。 富安内閣審議官お答え申し上げます、えー、今般のデジタル改革関連5法案におきましては、あ新法として4本,4本、うん、それから整備法案の本則で、えー、59本の改正を行っております田村智子さん。関係する法案入れれば200本超えるんじゃないですかね。富安内閣審議官、はいえー 今、本則での改正につきまして、59本と申し上げましたが、あこのほかに、例えば今回の改正で、えー、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法、例えば統合いたしまして、えー、個人情報保護法となっておりますけれども、その場合、これまで他の法律で行政機関個人情報保護法を引用していた法律の条文などは、あこの改正あのその改正に連動いたしまして、えー、見直しをしなければいけないというものがございます。 このような改正ですとか、常番号がずれるとか、そういった連動して改正するもの、改正が行っておりまして、こうしたいわゆる羽根改正と呼んでますけれども、そういったものを合わせますと、200本を超えまして、217本でございます。田村智子さん。これまでの法案審議のあり方に照らせば、ですね、例えばこの基本法、そしてデジタル等設置法、これをまず議論して、成立させて、 で基本計画に基づいてさまざまに何実施していくのか、そういうやり方が私は普通だと思いますよ、これだけの法案にするっていうふうに取り決めたのは、ワーキンググループだというふうに聞いてますけれども、じゃあ、ワーキンググループの取りまとめ、政府としての基本方針の閣議決定、それぞれいつですか平井国務大臣あの。今回のデジタル改革関連法案については、えー 令和2年11月26日のデジタル改革関連法案ワーキンググループの取りまとめおよび12月25日に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針等を踏まえ今年の2月9日に 閣議決定および国会に提出させていただいたものでございます田村智子さん。これね、だ閣議決定でこういう方針でって決まってから、事実を1ヶ月ぐらいでしょう、う物理的に無理なものを推し進めようとしている、その中で生じた45か所もの不備ではないのかと、どれだけ無理を推し通しているのかの一例としてお聞きします。マイナンバー法法の改正法案 これ、第31条の新旧対象表の中に、現行法の条文として、デジタル庁という記載があります、この資料の395ページなんですけど、まだ設置されていないデジタル庁が、なぜ現行法の扱いで出てくるんですか。富安内閣審議官、はいえー、お答え申しし上げまます、えー、委員ご指摘の、えー、資料につきましては 整備法案における新旧対表と存じますそこでは、その整備法における改正法の内容が、それまでに規定されている法律のどの部分を改正するかということを明らかにするために、新旧対象表がございます。従いまして、今現在、新旧対象表の作り方といたしましては、改正欄にはその改正法による改正の内容。 それから、現行のところには、その改正法が施行されている時点において、えー、施行されて、他の法律においても改正、施行されている内容を記載するということになっています。それによりまして、この整備法の改正法が、どの部分を改正するかが分かることになります。この委員ご指摘の整備法の55条の規定によるマイナンバー法の改正につきましては、これは9月1日が施行日でございまして、えー 新旧対象表の現行の欄には、9月1日時点において改正・施行される内容を記載することになります。具体的には、9月1日に施行されているデジタル庁設置法によりまして、マイナンバー法第31条の中の総務省がデジタル庁にすでに改正されておりますので、現行の部分にはそのデジタル庁という記載をさせていただいています。 何を申し上げたいかと申しますと、総務省からデジタル庁に改正するのは、そのデジタル庁設置法で改正しております、でこの整備法では、そのマイナンバー法をで、整備法で改正するマイナンバー法の部分を新旧で明らかにするために、すでに他の法律で改正されているデジタル庁というのは現行に置かせていただるとい,ことでございます田村智子さん。分かった方いらっしゃいますかね、これね、施工期日も一緒なんですよ。デジタル庁設置の日に 今の個人情マイナンバー法の改正も同じ日に施行されるんですよ。だけどね、施行期日一緒だけれども、その同じ日にまずデジタル庁が設置されたということの前提の上に、マイナンバー法が改正されているという仕組みだと、だから今はないはずのデジタル庁が、現行法の旧法の方に出てくるんですよ、ないのに。これ、読み解けますか、皆さん。 あのね、だから私は最初に基本法とデジタル庁の設置を、本国会でやるっていうんだったら分かりますって言ったんですよ。大体ね、あの私、なぜこれを問題にしたかっていうと、重要法案といわれるものは、私はできるだけ新旧対象表も読むようにしています。条文の何がどう変わって、それが変わることによって国民生活にどういう影響を与えるのか、そのことをしっかりと見極めて、審議をすることが立法府の役割だと。 そう自覚すすするからででここれだけのものですよこれだだけけのものののももよ申し訳ないけどね、これ本当に押し通そうっていうんだったらね、今国会これで終わりですよ、他の法案なんかできるわけないじゃないですか、平井大臣、どうですか、こんな分量で出してきて、この法案だけでいいっていうお考えだったんですか、他の法案はどうでもいいってことですか。平井国務大臣 ほかの,の法案に関しては私、担当しておりませんので、何とも申し上げようがありませんが、まあ、この法案に関して言えばですね、あの先生が大変素晴らしいご指摘をいただきました、あの確かにこの新旧対象法の条文にデジタル庁が記載されているというのは、まあ、ちゃんと見ればおかしいなと思われる方はいらっしゃると思います。ただし今あの 政府参考人の方から説明させていただいたとおりに、全部の法律、特に今回、その IT 基本法を廃止して、デジタル社会の形成の基本法を今回制定するということで、いろいろな条文にはねたりしてるわけです、で実はそこのところが、さっき言った200か所を超えるというようなことにつながって、その作業が実は、本当は一番煩雑で大変と。 というところもありました,ただ、今回、密接にあの、えーまあ、関連している国民の要請に応える、特にこのコロナ禍で大変な中で、このデジタル化というものが本当にまさに必要なときに、えー、これだけそのスピード感を持って取り組んでまいりましたので、まあ、あの確かに、 法案としては5本、まあ、総務省も入れて6本という形になりますが、速やかに国会でご審議いただいて、制定、スタートさせていただきたいと、まあ、そのように思っております田村智子さん。はいあのね、先ほど、在庁時間で平均で108時間でしょ、1か月で。勤務時間外が108時間ですよ。職員にどれだけ無理を押し付けてるか、そして立法府をどれだけ軽視しているか、このやり方自体が、 大問題だということを指摘して質問を終わります。